本格的な夏を前に、県庁では今日からクールビズがスタートしました。県庁では、連休明けの今日からクールビズがスタートし、職員たちがノーネクタイ、ノージャケットの軽装で業務にあたっています。今日は早速涼しげな半袖シャツを着て出勤した人や、 長袖をまくって体温調節をする人などそれぞれが快適に仕事を進める工夫をしていました県では夏場の冷房が必要なときの設定温度は28度とし温室効果ガス削減と省エネに努めていく方針です 省エネやるとです、ね、どうしても室温上がってしまうんですけれども、TPO をわきまえつつ、快適な服装をすることによって、えー、と効率的なです、ね、仕事ができるようになるのかなというふうに考えています。このクールビズの取り組みは、10月末まで実施されます。